ようこそワールドファイティングへ。今回のワールドファイティングはミドル級の王座戦も行われました女子総合格闘技スマックガールの 9.15 後楽園ホール大会の模様をお届けしてまいります。さあでは早速本日のスタジオをご紹介してまいりましょう。解説には格闘技通信から三木俊幸編集長を迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは。はい、お久しぶりですね。よろしくお願いします。今日もお持ちで、はい、楽しみにしてます。よろしくお願いします。はい、さあそして今回ゲスト解説にはライト級の女王辻優香選手をお迎えしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。辻選手はこの場所に来ていただくのが、久しぶりなんですね。そうですね、去年の4月以来、はい、その間に特に最近の試合っていう意味ではまたこう男前な試合がありましたね。6月には頑張りました。賞金を総取りにして、はい、秒殺で、秒殺というか相手を葬ってという戦いでしょう。今は現在はどういう感じなんですか。次に向けてっていう感じなんですか。今は完全にオフですね。そういう時の辻選手って普段は何してるんですか。試合が迫ってない時。あ、もう後輩を鍛えてます。あ、鍛えてる。はい。怖いって言われますね。先輩なんでしょうか。そうでしょうか。そんなつもりはないんですけど、うん、まあ、今回はまあ後輩の選手たちも登場しますのでその話もぜひ伺っていきたいと思います。さあ三木さん、今回のスマックガールタイトルが群青割拠。これ面白いですね。いいこと見つけましたよね。これやっぱり大会のテーマ意味してるんですよね。意味してるんじゃないですかね。やっぱり現在の、ね、女子格闘技自体が横にいる辻選手、それから、まあ、藤井めぐみ選手、渡辺久江選手、篠谷選手、まあ、階級は、ね、ちょっと離れてはいるんですけれども、はい、そういう四天王ならぬ、ね、四条王時代なんで、その四条王時代ってやっぱりそういう時代っていうのはね、崩されるためにあるんで、それを誰が崩していくかっていう、まあ、本人の目の前に言いづらいですけどね。それはね、だから ね、崩していく人たちがこの大会から出てきてほしいしっていうのが、はい、ラインナップされてますからね、選手がね。まあ、その中でもメインイベントがミドル級の王座決定戦になりました、はい、これ赤野選手が登場ということなんですけどね、はい、これはもともとローラ・ディオーガストがベルトを持ってましたね。はい、でもここまでのね、赤野選手 の歩んできた道のりを考えれば、はい、もう実際にね、このタイトルマッチっていうことよりもその決定戦という形になれば、それは誰も文句のつけようがないんじゃないですかね、うん、この歩んできた道のりってことだと思うんですよね。そうですね、はい、まあ、そのローラ・ディオガストが防衛がちょっと難しいということで、はい、新たにそのベルトをめぐって、はい、またアメリカからすごい選手なんですね、モーリー・ヘイゼルっていう選手とのこうタイトルを争うということになったのが赤野選手です。その他にはどうですか、注目の選手であったり対戦カードは。やっぱり、まあ、ミクス選手がね、突き抜けるか突き抜けないかってところだと思うんですよ、はい、本当に花もあって、うん、そろそろ突き抜けなきゃなっていうところなんで、うん、ここで国際戦でしょ。そうですね、ちょっと楽しみですよね、ミクス選手の試合がね。まあ、SGS ルール、スマックガールの打撃ありの、いわゆる総合ルールは初のこれが登場になるんですね、はい。まあ、その他にはウィンディ友井選手の、まあ、辻選手に敗れた後の復活の戦いもあります。最強最後のドリームマッチ、東西名門組代理戦争勃発。ゆか姉やんの首うちが守るで。西のワイルドクラッシャーエッジ、強さを求めたら西にあった。ただそれだけの理由で住居を関西に移し、西の名門アングラー所属となったエッジ。その圧倒的な打撃力と日々飛躍的な進化を遂げる寝技、ゆか姉やんエッジに任せとき、うちやるで。めぐみ姉さんの首私守るから。東のスピードボール玉田康子、東の名門 AACC で藤井めぐみらと日々稽古に励む玉田、その圧倒的な寝技力。めぐみ姉さんを狙う者は私やるから。さあいろいろ背負ってやったれや。進化するニューエイジエッジ、グラップリング女王玉田康子、SGS 公式ルールフライ級5分2ラウンド、エッジ VS 玉田康子。ワールドファイティングでお届けするオープニングマッチはご覧の戦いです。スマックガールの公式ルールご覧のようになっています。
SGS 公式ルール、まあ、特徴としてはグラウンドの時間が制限があります。グラウンドの時間が30秒間、さらにグラウンドの状態の時に首から上への攻撃は禁止されています。今戦いが始まりました、黒いコスチューム、非常に長いリーチを持っています。タトゥーも入っているのが辻選手の後輩にもあたるアングラーのエッジ。さあ辻選手、まずはこの戦いに向けて、これエッジ選手はどういうテーマで臨んだんですか？前回の試合が寝技がテーマだったんで、今回は打撃でいこうっていう感じで打撃でいってます、うん。辻さん、はい、本当にこう打撃が綺麗なんですね。綺麗ですね、あの素直にパンチが出ますよね、はい、で前に出るでしょ、はい、いいですよね。ここまではしかしグラウンドをテイクダウンを狙おうという形はありません。ボディもフックを入れていきます。エッジ左にフック、空振りと見て右のストレートにつなげていきます。エッジです。辻選手、改めてエッジ選手はなぜこうアングラーにこう移籍してここで腕を上げようということになったんですか？確か高林選手に負けて、はいはい、でそれで3連敗かなんかしたんですよ、スマックガールで。でそれでもうこのまんまじゃダメだと思って、うん、で来たらしいです。あ、さあしかしここは上になっています。 AACC の玉田康子が非常にいい形取りました。自分のポジションです。しかしこのグラウンドの時間が30秒間。3、2、1、3、ここでスタンディングに戻ります。一緒に練習してて何か変わったところとか感じるんですか、エンチ選手？そうですね、まあ、全部変わりましたね、打撃も寝技も。よく入っています。アングラーに来るとなぜそこまで変われるんですか？渡辺久弥選手もそうですね、うん、泣いても許しもらえないですからね。それ許さないのは誰ですか？いやもうみんな泣いたからって手を緩めるわけじゃないし、辻選手が緩めないってことですよね。いや私だけじゃない。まあでも本当にもう見るからに根性ありそうですよね、エンジ選手。でもいいよ、泣きますよ。泣くんですか？それは辻選手が泣かせてるっていうこと。いやまあこれいい次の。さあグラウンドの展開、ここは組みついてなんとかグラウンドに引き込みたいのが、玉田康子です。まあ、先ほどエッジ選手のこう、まあ、アングラーに移籍するきっかけになった高林選手は、まあ、レスリングの後輩ですよね、辻選手にとっては、はい、中京女子大の。こちらはセコンドに AACC の藤井めぐみ選手が玉田のセコンドついています。一方こちらは辻選手。この戦いのこの時の指示っていうのはどういうことだったんですか？まあ、この展開も予想してて練習してたんで、振って首に行きたかった、膝ですね、うん、まあ、これまあ練習通りできてるんで、振るっていうのはいわゆる首相撲であったり、はい、上半身を振るようにしてですか？美月さん、やっぱりこう自分の形に持っていけるとこれは強いですよね、はい、そうですね、ちゃんとカウンターも取れてますもんね、パンチね。玉田のパンチはちょっと首を巻くようになってしまっています。で三井さん、なかなか玉田の方としてもこう低いタックルとか行くのは勇気いりますね。そうですね、だから、ね、蹴りに合わせるとかそういうタックルがいいですよね、うん、ここは首ついてきました。パンチをうまくやり過ごして、しかし脇を刺してこれ以上の展開を許しません、エッジ。こういう練習をしてきたっていうのを感じますよね、うん、この差し方にしても。さあここは上取れそうです。玉田が押し込んでいく、しかしエッジはここもバランスは保っています。辻選手、やっぱりエッジとしては倒れないっていうのが一つテーマですか？そうですね、今までは簡単に下になってたんで、上に倒れても上になるっていうのをテーマにしてます、うん。やっぱ組んでからの練習とかそういうのもやってるんですか？そうですね、うん、組んでからだいぶ弱かったんで、うん、そういう際の練習っていいって聞きますもんね。そうですね、うん、これもアームロックって言ってたんですけど、うん、
タッチ関節、タッチ関節、はい、そういうのでも美月さん極めると面白いですね。面白いですね。さあここ腕絡みながら引き込むような形ですが、ここで第1ラウンド終了です。この戦いは5分2ラウンド制でご覧いただいています。最終の第2ラウンド、ゴングと同時に一歩前に出たのがエッジ。右のミドルハイ放ちます。ストレートにつなげました。左フック、まあ、数発のうち何発かこう顔面取られて、少しずつ玉田の顔が変わってきています、腫れてきています。なかなかボディフックできないと思うんですけど、よく打ってますよね。さあ玉田はこれ早い時間にこの30秒以内になんとかいい形に持っていきたいんですが、ここはまず防御に徹します。辻選手どうなんでしょう、この30秒の寝技のグラウンドのルールっていうのは、はい、ストライカーにとっては、まあ、ある意味こう時間は稼げるというか、逃げる手段が多いんでしょうかね。そうですね、例えばスリーパーとか決まっても時間に助けられることが多いですよね。そうですね。左には竜の腕にはタトゥーがあります。右腕には虎のタトゥー、うんこ、すごいですね、かなり街中でやるとちょっと怖いかもしれませんけど、怖いかもしれないですね。アッパーも綺麗に放っていきます、エッジ。しかしここも果敢に勇気を持って組みついていくんですが、しっかり切ってますね。膝たっぷり来た瞬間にうまく刺してますよね。辻選手ここまでもう何もさせていないっていう形なんでしょうかね、やっぱりスタンドでは。そうですね、練習したことがよく出てますね、うん。エッジは14歳からボクシングを始めました。今まだ18歳でしたっけ、はい、18歳ですか、まだ。何女活況の中にそういう選手がもういるんですね。飛び込んでの右のストレートを遠い距離です、ボディ、ボディは効果的だと思いますよ。アッパー、さあまた玉田がタックルに行くんですが、ここもしっかり切っています。結果上になります。これもある意味勝ちですね。そうですね、しっかり切って、今年2006年の春から辻選手と共にトレーニングをスタートしました。アングラに移籍しました。みちげさん、一方の玉田靖子選手の方はどうご覧になりますか、はい、ここまで、うん、自分の、ね、展開に持っていけないという、そのだから試合を支配できてないという状況なんじゃないですかね、どうにかしてタックル入りたいっていう感じでしょうね。まあ、こう自分の得意なところにまず持っていくまでの手段っていうのが、まあ、当然難しいですよね。こういうカウンターがいいんですけどね、でもうまく刺されちゃうんですよね。今も相手に打撃に合わせてちゃんとタックル取りに行ってるんですけど、エッジ選手が、刺しが上手いですよね。より辻選手そこをうまく組みつかれたとしてもこう倒れないっていうことなんですね。そうですね、打撃行きたくても倒せられたらもう何もできないんで、自分のやりたい打撃が、うん、ここまでもでもその形はできています。グラウンドになってもこう上になれば、まあ、無理はしなくても逆にいいですし、ボディへも攻撃であるし、はい、まあ、ちなみにサブミッションとかどうなんですか。はうまくなりましたよ。今回あんまり使ってないんですけど、ここももうちょっと動いてもよかったかなと思うんですけどね。ここは再びスタンディングでの再開になります。30秒が経過しました。でもどうしても相手がクローズガードしてくるとなかなか厳しいもありますよね、やっぱりね。下からはね、上からの下から決められちゃうとね、はい、ボディに振ってから今度顔面と、これも今度は右のストレート顔面捉えています。しかし玉田も果敢にローキックも絡めてきますが、ミドルキック、それに合わせて右のフックです。リードのジャブから相手のパンチ出てくるところをかいくぐって組みついていきたいんですが、ここはさせません。前蹴りも効いています。さあコーナーに追い詰めていく玉田、しかし全く目を離さずしっかり距離を保ったままエッジがここは入れ替わります。今チャンスでしたよね、玉田選手もね。そうでしたね、相手がコーナーを背負ってたん で、そこ攻めきれなかったっていうのもありますよね。今は玉田のマウスピースが外れたようです。時間はストップしています。最終の第2ラウンド、リミット48キログラムフライ級の戦いです。
ね、はい、あの攻撃が単調じゃないからやっぱ画面にも当たるんでしょうね、はい、辻選手しかしこうキックをあまり出さないですね。練習はしてるんですけどね、やっぱりパンチがすごくうまいんで、残り時間は10秒切ります。玉田にしては厳しい、ここから先になかなか行かせてくれません。ここでタイムアップとなりました。判定です。この玉田の表情が結果物語っているか。エッジの方はスッと立って、さあ判定です。ジャッジは赤コーナー1、ジャッジ杉沢赤コーナー1、判定3対0です。エッジが玉田康子を下しました。判定フルマークです。さあ辻選手もガッツポーズ今してましたけどどうですかこの戦い改めて。そうですね、練習したことがちゃんと出てたんで良かったと思います。そうですね、エッジさんこの先楽しみですね。そうですね、楽しみですね、はい、非常にこの打撃の強さをこう際立っています。あと打撃の美しさ綺麗さですね。勝利を収めたのはエッジ18歳です。軍女割拠とテーマされました今回の大会、まさにその中で少しずつ抜け出していこうかという選手。向こうよう頑張る、向こうが頑張るんです。結構次 KO 勝利、よしよし、タックルちゃんと切れたよ。差し合いもちゃんと前を抜いて、超新星 in スマックガール、スーパーノヴァミク、女子格期待の超新星としてリープや G シュートなどあらゆるリングで活躍するミク、いかなる試合でも一本を狙いに行くアグレッシブグラップラー。スマック初参戦となる4月の大阪大会では寝技限定での試合となったが、ついに今大会初の打撃ありSGS 公式ルールに挑む。 NFC ライト級王者リサ・ワード、カナダの格闘技団体 NFC のライト級王者リサ、未知の強豪が超新星の首を狙う。スマックでも輝くか超新星ミク、 NFC ライト級王者リサ・ワード、SGS 公式ルールライト級5分2ラウンド、ミク VS リサ・ワード。今回のワールドファイティングはスマックガール 9.15 後楽園ホール大会群女割拠ご覧いただいています。続いては注目の選手ミクが登場となります。富山県のクラブバーバリアン所属の選手、このスマックガールには今年初参戦、その時はグラップリングでの戦いでした。内藤選手から一本勝ちを奪っています。 SGS 公式ルール打撃ありのスマックガールのルールは初登場となります。さあ三井さん、この選手注目されてますね。そうですね、やっぱ若いし勢いあるしいいと思いますよね、はい、一本狙いに行く姿勢もいいし。そうですね、はい、対するがアメリカのリサ・ワード、カナダのバンクーバーの大会 NFC ライト級女王ということです。まあ、この見た目は非常に静かな、そんなに身長も高い選手ではないんですが、はい、私もデータ不足なんですけど、チャンピオンなんですね。そうなんですね、はい、NFC というカナダの、まあ、バンクーバーを中心に行われている大会の女王です、はい、いいことですよね、カナダでもそうやって女子が盛んになってきてるってことでしょうからね。さあしかしここはテイクダウン狙いです。しつこく倒していきます。すぐにサイドを取ろうとする。充実やってますね、この人。やってますね、はい、うまくガードに戻しました。しかし逆にそうですね、ガードに戻して首に決めにかかります、はい、フロントチョークの形かなり深く入っています。まだまだ時間はある。
腰をぐっと張るようにします。ちょっとミクの動きが止まったか、ちょっと危ないですね。これは相当入ってます、はい、残り時間が4秒。これは時間に助けられるか、なんとか耐えられそうです。おお危ない、時間に助けられましたね。ですね、はい、できますねこの寝技の選手。ちょっといきなり衝撃の衝撃ですね、あの足の動き見せてもちゃんとやってますね、寝技の練習。辻選手今先にミク選手がうまく右足でガード越えたかな、さすがだなと思った後すぐに戻しましたね、やりますね、やりますね。その足をケレーションキャッチの上着に投げていった、そのままサイドも取っています。うまい、いかがでしょう。うまいですね。ちょっとこうノーマークというかあまりチェックされてなかった選手だけに、そうですね、あの蹴り足も掴んだでしょ今。そうですね、ちょっとあのミク選手としてはね、前蹴りで突破口を開きたかったんでしょうけどね、うまく相手の蹴り足を掴んでテイクダウンというのは素晴らしいですよね。投げでテイクダウンですからね。しっかり膝をお腹の上に置いて今度はボディにパンチを落とします。ルールも熟知してるでしょ。そうですね、ここから首から上への攻撃は禁止されています。固め方もうまいな。まあ、逆に2区だからここまでなんでしょうね、うん、でしょうね、はい、ここは冷静です。非常に辻選手どう映りますかこの戦い。強いですね、リサ選手。リサワード強いですね。あのさっき聞いたんですけど、はい、リサ選手はレスリングをダイエット目的で始めたって聞いたんですけど、ダイエットのレベルじゃないですね。これはないですね。ダイエットじゃないですね。でもそういうところでこう出会うってことあるんですよ。あ、見つけるっていうか、あ、ひょっとしてこの選手向いてんじゃないかみたいなので素質が、ね、うわー、これしかしミクも組み取っています。いいですね、さあ組み取るか。この流れはいいですね。いいですね、この流れはいいけど、抜けます、うん、下から腕を取っています。いやミクも仕掛けがある。いや三月さん、はい、お互い仕掛けますね。そうですね、やっぱミクもちゃんと仕掛けてますね、非常に技術が高い。ただ相手の選手これ防御も上手いですね、知ってますね、首を挟みながらまたポジションを探りたいんですが、上からがっちり押さえています。首を外側から巻くように。ここは30秒経過しました。再びスタンディングに戻ります。試合運びが上手いですよね。上手いですね。こう決められたことしかできないという感じじゃなくて、いろんな体勢からも自分でアドリブを聞いている感じがしますね。ここは一つリサワードの方にバスター、あ、なるほど、禁止なんですよ。まさに禁止したっけ。ああ、そっか。うわー、これ投げお互いになっていました。首相撲から膝引き込みながらミクです。しかし返していきます。また投げに行く。今度は今朝固めでそのまま決めようかというような、さらにグーッと絞っていきます。さあ今度は足を使ってそのままグッと、ああ、タップありました。いやすごい、一瞬です。今朝固めからそのまま腕を最後は決めていきました。水木さん、すごい選手ですね。そうですね、パワーでねじ伏せたような試合なんですけど、もう細かい技までできますね、この選手。水木選手も一連でしたね。すごいパワーですね。これが最後の簡単に、最後はいわゆるテレフォンアームロックと、そうですね、いや恐ろしい選手が登場しました。リサワード3分04秒勝利を収めています。ミクからの勝利です。友恵組の元気印たまちゃん、全日本アームレスリング王者亀井夏子、 SGS 公式ルール無差別級5分2ラウンド、たまちゃん VS 亀井夏子。続いては SGS 公式ルール無差別級の戦い5分2ラウンド制です。おなじみド派手なコスチュームで登場が友恵組たまちゃん、そして辻選手の後輩に当たります総合格闘技アングラーから亀井夏子選手です。
さあいきなり下からこれタマちゃんが仕掛けようというところです。辻選手、今回の亀井選手のテーマはどういうところだったんでしょう。ああ、もう思いっきり打撃を言ってください、うん、すごい、あの腕力なんですよ、はあはあ、アームレスリングのチャンピオンでみたいですね、はい、ことに左のが特に強いとおっしゃってましたね。まあ、私からしたら両方あの両手と足使ってやったんですけど全然勝てなかったです。すごいですね。やっぱ腕相撲のテクニックだけじゃなくて腕力があるってことなんですね。じゃあね、もうなんか違うって聞きますけどね、よくね、やっぱすごいですね。やっぱ両方すごいですよ。しかし今ここ当てたかったんですが、パンチかいくぐってタマちゃんが組みついてきます。そしてすぐサイドを取りました。これはいい形です。うん、しっかりこう抑え込まれる形です。体を乗せるようにしているのが巴組のタマちゃん。マウントをちょっとこれあっさり当ててしまうという形になるか。タマちゃんいいですね。で、十字後ろにはちょっとこう体を倒すことができません。コーナーがあります。タマちゃんにはデザイナーがついてるんですか、コスチューム。あ、コスチューム毎回そうですよね、いろんな、うん、いや、ご自身ですかね。ですよ、でしょうかね。毎回驚かされるんで。吉田正子選手はなんか自分でこうデザインしたりとかやってますよね、ですけどね、売ってないですよね、多分売ってないと思いますよ。右のパンチ一つ入れたのがタマちゃんです。亀井選手の戦いどうですか、ここまで。緊張してますね、すごい緊張しいらしいですよ。特に大会のしかもオープニングマッチですからね、はい、首を取って投げに行きたいところですが、アッパーをもらいます。両選手これパンチを入れた。先にやはり拳を当てていくのがタマちゃんの方です。背中が亀井、背中のこう絵は亀井です、ね。はい、あれ会長が描いたんです。あ、そうなんですか、近い会長が。じゃあお互いオリジナルのコッシュ。そうです。左、さあタマちゃんが前に出る、打撃を当てていきたいんですが、それをかいくぐってもらいながらも組みついていきます。タマちゃん、三塚さん、やっぱりタマちゃんとしてはこの形にいきたいですね。そうですね、はい。亀井選手がこういつもに比べると緊張している、そんな話があります。タマちゃんはうまいですよね、経験が豊かなだけあって、試合こなしてるだけありますよね、はい、スマックガールの公式戦16戦目です。これが体を浴びせて上のポジションを取りました。結果マウントをもうすでに取っています。だから腕力がある分ね、力に頼らなければ、柔軟な対応できると思うんですよね。そうですね、うん。さあ腕が切れるか、このパワーは腕あるんですが、そこで戻すことが できるか、しかしこれは無理だ。ここで試合が終わりました。タマちゃんが一本勝ちです。さらに目の見開いてという勝利になりました。いつもこう食っちゃってるんですよね、この辺になると。さあ三井さん、はい、これはうまくかいくぐって、そうですね、だからやっぱり腕力だけっていうのもなんかそこで考え方だと思うんですよね。そう、はい、なるほどね、そういう展開だと思います、うん、でもタモちゃんももうちょっと喜んでほしいですけどね。怒ってるように感じてしまうんですけどね。もう嬉しい一本勝ちでしたからね、なんといっても腕式十字固めでの勝利です。さあ、今回ご覧いただいているワールドファイティングはスマックガールの 9.15 後楽園ホール大会なんですが、三木さん、はい、ぜひ今回の大会の中でも伺っていきたいのがプロレスラーで注目の女子選手が登場します、はい、風花選手。風花選手ですね。まあ、男子の総合格闘技の歴史っていうのは総合格闘家とか柔術家っていうのにこうプロレスラーが挑むっていう歴史が特に前半はありましたね。そうですね、まあ、それでイベントがうまくプロレスラーを使いこなせたかっていうと結果的にはね、どうしてもプロレスラーが利用されちゃったような傾向にありましたけどもね、うん、男子のイベントではね、うん、まあ、現在も、伊藤薫選手とか前川久美子選手とか、例えば秋野選手とか結衣、はい、賀選手っていうプロレスラーも登場しているんですが、なかなかこう好成績が残せていない現実がありますね。そうですね、やっぱりやってるものが全然違うっていうのが本当に大きいと思うんですけども、うん、そのやってるものが違う中で風花選手すごい練習量なんですよね。ですね、はい、AACC 富士ヘビー選手たちと一緒に練習されているということなんですが、はい、ちなみに辻選手は風花選手の試合はご覧になったことは、今回が初めてですかね。どうまずこう雰囲気とかっていうのはどう感じられました。あ、可愛い子がいるそうですよね、会場にもかなり男子の
こうファンの方もカメラを持って駆けつけていました。では早速その風花選手の戦いここでご紹介いたしましょう。まずはこの VTR からどうぞ。スマック meets beautiful アイドルレスラー風花。プロレス団体 JD スター格闘技の看板選手として活躍するプロレスラー風花。昨年11月の後楽園大会、初参戦は不慣れなスマックルールに戸惑ったものの、2戦目となるこの試合では早くも格闘技のリングに対応、終始試合をコントロールし、最後は見事な一本勝ち。プロレスラーの強さを証明してみせた。あの勝利から10ヶ月、ついに風花がスマックガールに帰ってくる。総合の練習っていうのはずっと言ってたんで、なんか水面下でこう力はつけてきてたつもりだったので、だからやっと発揮するところが用意されたっていう感じ。プロレスのリングと並行しながら格闘技ジムに通っている風花。最強ファイターの一人藤井めぐみから熱心な指導を受け、日々その能力を伸ばしている。プロレスで培った肉体に備わる確かな技術論、総合格闘家として風花の進化が加速していく。さらに立ち技総合格闘技の老舗シュートボクシングのジムにも足を運ぶ。トップファイタードイ・ヒロイキらと共に徹底的に打撃を鍛えていく。キックやパンチ、そしてコンビネーション、基礎中の基礎から実戦向きの応用まで、シュートボクシング流の激しく効果的な練習が続く。格闘家としてさらなる高みを望み成長を続ける風花。プロレスラーの誇りを胸に、いざスマックのリングへ。今までの戦績とか去年までの試合を見てたら、こんなこと言うのは笑われるかもしれないけど、今だったら絶対大丈夫な気がしてます。なるか総合2連勝。マシンガンシンデレラマイ。速射砲のようなマシンガンパンチを武器に、2004年ネクストシンデレラトーナメントを制したマイ。昨年8月には格闘ジャンヌダルク渡辺久江と対戦。渡辺の打撃に一歩も引かない打ち合いを演じ、その実力を大きくアピールしてみせた。その後国家試験受験のため試合から遠ざかった舞。1年ぶりのカムバック、待ちに待ったこの一戦。マシンガンシンデレラ暴発寸前。手足長いけど私の方が2倍ぐらい太いんで、当たれば2倍痛いから、多分舞さんのパンチはよく聞くのが痛くないって聞くんで、当たってもガンガン前に出ようと思っています。でかいこと言いすぎですか。言ったなアイドルレスラー、本当にやれんのか。プロレスラーの誇りを胸に風花、マシンガンをぶっ放せ舞。 SGS 公式ルール、ライト級5分2ラウンド舞 VS 風花。ワールドファイティング、今回はスマックガール 9.15 後楽園ホール大会ご覧いただいています。続いての戦いは SGS 公式ルールライト級の5分2ラウンド戦。先に登場がキャッチコピーがザ・アイドルレスラーとあります。 JD スターから風花登場です。総合格闘技ルール、これが3戦目となります。ゼブラのテンガロンハットで登場です。純白のコスチューム、そしてセコンドにはジョシュ・バーネットですね。あが今お姫様抱っこで抱え入れてあげようとしたんですが、それを拒否して戦いに向かいます。風花、久々の10ヶ月ぶりのスマックガールのリングになります。続いて入場を待つのがチーム品川から舞です。こちら舞も久々のスマックガールのリングになります。
1年ぶりの登場、まあ、前回もそうでした、鞭を持っての登場になります、まあ、マシンガンを持っての入場のイメージが強かったんですが、鞭で登場は無表情のままリングの風化を見ようともしません。ボクシングのベースがあります。4年間ボクシングのベースがあります。これを武器に戦う選手、なんといってもパンチの速射砲、これが武器です。まさにマシンガンのようなパンチを放つこのマイです。昨年8月渡辺久恵に敗れました。それ以来の戦いとなります。さあ三木さん、入場シーンはかなりキャラクターの違いが、ね、違いが出ましたね、はい、うん、でもマイ選手もあの自分を鼓舞するためにああいう鞭をやってるわけで、ね、なんですよね、本当そんなに怖い人じゃないですよ。そういう別に女王様的な人ではない、はい、盛り上げるための、はい、まあ、風花選手もねこの紙テープとその、ね、そのそういう華やかさに名前負けしないってことですよね。そうですね、はい、自分のファイトができるかって、練習してきたものが出せるかっていう、うん、そうですね。でもいいと思いますよ、こういうあの一番華やかじゃないですか。そうなんですね、それでやっぱりあの意識させられますからね、他の選手もね。あ、それはありますね、事前にね、はい、白いコスチュームがそのプロレスラーの顔も持つ風花というか、まあ、プロレスラーとしてこう参戦してきているという気持ちもあるようです。この大会の前の記者会見では、この後楽園ホールに見に来ている総合格闘技のファンをプロレスの会場に連れて行きたい、そんなコメントもあったようです。いいことだと思いますよ、はい、右のハイキック出してきました。黒いコスチュームが前、まあ、打撃の距離は確実に違うはずです。まずはスタンディング、左のインドを放っていきます。右のフック外から回していくような形です。さあパンチはすでに顔面をいくつか捉えています。前のパンチです。左の膝、白いコスチュームの風花は、まあ、先ほど映像でもありました AACC 藤井めぐみ選手たちとも練習しながら、打撃の練習はシュートボクシング、この J スポーツでおなじみのシュートボクシングのシーザージムにも通っているということです。これ首を外から抱えるようになります。右足はまだガードの中ですが、首決めに決めようとしてるんですね。これ拳を握るとこう決まったりすることもあるんですか、喉に。いや、とこの体勢じゃちょっと難しいと思うんですけど、うん、足抜けばまた戦うんですね。そうですね。ああ、その間に出血がありますね、風花の方が、うん、ここは30秒経過しました。これ殴られての話ですかね。さっきのスタンディングの時でしょうね、うん、鼻血があります。まあどれだけ殴られても前に出ますって先ほどインタビューでは言ってましたからね、はい。まあ動揺した様子もないですよ、ないです、全くないですね。伸び伸びとやってますよね、うん、バックフロー、ちょっとここは相手がそこの場所にいませんでした。右のハイキックを放ったところパンチで中に入っていきます。ザッ、やはりこうバリエーションは通常パンチは豊富ですね。そうですね、首は外れます。まあ、しっかり足も効いて結果入れ替わりました。ここから首から上への打撃は禁止されています。腕を取りに行く、練習してますね。ここは30秒経過、ブレイクになります。風花選手のスパッツはやっぱりシュートボクシングのシューザージムで練習してるからなんですかね。ああ、そういうすね当ての意味があるんですかね。こちらはもう全く表情を変えず淡々と打撃を入れていきます、はい、マシンガン出したいところですけどね。そうですね、うん、自分の手足の長さを生かした戦いを見せたいんですが、ここは風花が組みついてきます。まあ、風花選手実はお兄さんもプロレスラーで、滝本大輝選手が会場にも応援に来てるんですね。あ、そうなんですか、そうですね、男の兄弟じゃなくて
こう兄弟のプロレスラーって珍しいですよね。珍しいですよね。はい。うん、結果しかしいいポジションを取るのが前、これ力があるんですね。でもさっきから後ろから回って取ったり首を、はい、さあ腕十字の形に持っていきたいんですが、ここも30秒経過。辻選手、ちなみにアングラーの中でこうトレーニングするときってグラウンドの30秒っていうのはやっぱり練習するんですか？30秒というのはどういう時間なのか。もうスパーリングでは30秒ルールでやってますね、常に。あ、じゃあもう30秒で区切って区切って、